天神祭りの本宮を迎えています。大阪天満宮から生中継でお伝えします。大阪から優しいニュース、非常にいいタイミングで番組が始まりました。今東行列が出発する、そのしんがりを務める大鳥みこしと玉みこしが今まさにこの境内から出発しようという瞬間をお伝えすることができます。そうなんですよ。で今ですね、こちら本殿の前に止まっているのが大鳥みこし、こちらには相撲の神様が乗っています。そして今よいよいよいという威勢のいい掛け声とともにやってきたのが玉みこし、こちらはですね力持ちの神様が乗っているんです。これどうしてそうやって力持ちの神様、相撲の神様が乗ってるかと言いますと、天神様というのは実は荒ぶる神様、東京の最中に天神様がもしその荒ぶる姿になった時にこの大鳥みこし、玉みこしの2人の神様が抑えようという役割を果たすんですね。そうなんですね。さあ私の声は聞こえていますでしょうか。ギリギリ聞こえております。なんとか聞こえております。玉みこしがやってまいりました。ああそして時を同じくして大鳥みこしも今担がれました。今まさに目の前ですね。おお失礼いたします。あ大阪テレビ大阪でございます。近い優しいニュースでございます。ごめんなさい、すいません。さあ今そうですね、2つ並んでですね本殿にご挨拶するところでございます。汗びっしょりの男たちです。勇壮ですね。あの気温がですね今あんまり今日日差しが強くなくってさほど強くないんですよ、はい、33度、湿度65度なんですが、やっぱり、ね、湿気がありますんで、これは祭りに参加される方は水分補給塩分補給忘れずにというところでございます。さあ間もなく大阪締めが行われようというところだと思うんですけれども、陸渡御今年はですねちょっと変わった出発をしましたので、その VTR ご覧ください。実はですね今年は先行行列として地元の中高生による音楽隊が賑やかに、そしてリズミカルにこの境内参道を彩りました。で陸渡御というのはですね神様がですね1年に一度この宇治地の様子を見てもらおうということで、総勢3000人が列をなして見て回るということなんでございます。その肝心の天神様はこちらです。御宝蓮という神輿に乗っていらっしゃいます。まあ、今日は荒ぶる神様にならないことを祈りますけれども、そうですね、まあ、この御宝蓮にとすれ違うときは、すごく、まあ、静かに厳かなムードで頭を下げてというのが慣習になっております。さあ今手打ちが終わりましたよ、深森さん。あそうですか。今ちょっと VTR が流れてるんですけど、あ、でですね、本当ですね、はい、まあ、こうやって昔から続く方法で陸渡御など神事を行っていくんですが、今年新しい試みがあります。それがですね、大阪天満宮の表大門、いわゆる正門入ってすぐのところにあります、はい、特別観覧席というものが設けられました。本当だ、椅子がありますね。天神祭りの様子を特等席で見てもらおうということで大阪天満宮などが企画したものでございまして、食事やガイドなどがついてお値段40万円。すごい。天満宮によりますと、でもすでに完売し、完売してるんですか？意図したわけではないんですけれども、購入した人のほとんどが外国人観光客だということなんです。あやっぱりそれだけ価値があるんですかね。Just a little bit, yes. This is my first matsuri to attend, so I'm discovering the Japanese culture. I think it's okay. It's reasonable yeah. price because it's kind of premium, and plus now the yen is very cheap. yeah, compared to before. Yeah. So now it's a good time. Kamori-san, 価値があるんですよ。っていうのはですね。はい。おそらく今あの本殿にお参りをしている最中ですね、ちょっと静かめに言うんですけれども、この後大鳥みこしも玉みこしも観覧席の前に来て、で座ってらっしゃる皆さんに向かって大阪締めをする、これなかなかないことで特別な体験をすることができるんですね。そして今その観覧席で座ってらっしゃるはずの外国人観光客の方は今総立ちで今この神事の様子を見ていらっしゃいます。とにかく国籍問わず大盛り上がりの今年の天神祭りです。こんにちは、大阪から優しいニュースです。いや、いいタイミングでの天満宮からの中継となりました。福谷アナウンサーに伝えてもらいました。
では大阪天満宮の参道脇天神橋筋商店街にはウーデンアナウンサーがいます。そちらの様子も伝えてもらいましょう。ウーデンさん。はい、こちら天神橋筋商店街です。時間が経つにつれどんどん人の数が増えています。もう先ほどからねリハーサルしてたんですけども、それよりもどんどん増えていて私も驚いています。歩くのもままならない状態なんですが、皆さんにお祭り気分を味わっていただくためにちょっと歩いていきたいと思います。まずですね、こちらには金魚すくいがございます。小さいお子さんたちが楽しく金魚すくいをされています。いやー、こういう風景を見ると自分の小さい頃思い出したり、いろんな思い出が蘇ってきます。そしてあちらですね、見えますでしょうか、黄色いのぼりが立っているんですが、卵せんべいと書いてありまして、こちらですね、先ほどから10人20人と列がずらりと並んでいるんです。すごく人気だと見られます。そしてお祭りといえば皆さん思い浮かべるのはあの冷たいかき氷ではないでしょうか。こちらにはかき氷のお店もございます。見えますかね。なかなか難しい。こちらにはカルピスですとかレモン、メロンなどなど様々なかき氷があります。いや本当にあちこちからいい香りがしてきまして、ここ歩くにつれて例えばちょっと焼きそばのような濃厚な香りから甘いカステラのような香りに変わっていくのがまたこのお祭りの楽しみだなというふうに思います。さあそして今回思ったのがですね、非常に外国の方が多いなというふうに思ったんですよ。で外国の方にお話を伺いたいなと思うんですが、外国の方いるかな。おっと、先ほどまでいらっしゃったのに外国の方が誰もいないという事件が発生しています。先ほどですねベルギーの方にお話を伺ったんですけれども、ベルギーにはこのようにいろんな屋台が並ぶお祭りが今やっていないそうで、すごくフレンドリーで楽しいというふうに話していました。そしてですね、お祭りのことは知らずに日本に来たんだけれども、美術館を観光していた時に教えてもらったそうで、それでふらっと立ち寄ったらすごく楽しくて興奮しているというふうにお話ししていました。さあそして非常に盛り上がっていますけれども、あ、外国の方、お、見つけました。外国の方見つけました。まだ行きますかね、ちょっとお話伺っていきたいと思います。失礼、ごめんなさい、前ごめんなさい。 Hello, can we do an interview? Hello, can we do an interview? It's okay. It's okay? Where are you from? A little bit? Oh, thank you very much. Where are you from? どこからいらしたんですか? We come from Mexico and from Germany. Mexico からいらした。 What brought you to 天神祭り? どうしていらしたんですか? We just looked it up and it's a beautiful event. We like it very, very much.楽しいというふうにお話ししています。どうですか、もう食べ物何か召し上がりますか。 Sorry, once again, I did that. Did you eat something? Not yet, but we're getting there. Maybe we first want to go down to the river. ありがとうございます。これから川の方へ行って船渡御をご覧になるんですかね。ありがとうございました。そして大阪天満宮周辺では外国人の方に注目されているお店があります。こちらは2016年にオープンした日本のお茶と焼き物がコンセプトのお店です。季節ごとに入れ替わる100種類以上の器の中からお気に入りを選び、ドリンクメニューをくつろぎながら楽しむことができます。突然、イギリス の, なんか雑誌、高級雑誌さんからメールが届いて、お茶のお店で、世界で一番いいお店っていう表彰をしていただきまして、びっくりしたんですけども、それを去年も今年もということで3年連続 ありがたいことに頂戴しているので、そういったのも皆さんご覧になってヨーロッパの方とかいらっしゃってるみたいです。外国人の方にもなんちゃってではなくて、ちゃんとした日本 の, カルチャーを感じていただける日本茶カフェにしたかったというのはあります。天神様のお膝元らしい可愛らしいスイーツも見つけました。カモリさん、このモナカの皮の部分を見てみてください。わかりますか。これはなんか綺麗な花形になってますね。うん、そう
なんです。大阪天満宮の門にあしらわれている梅なんです。ここでしか味わえないご当地スイーツなんですが、お祭りの期間だけではなく一年中楽しめるということなんです。そうなんですね。さあそしてですね、こちら注目の陸渡御のコースです、はい、こちら大阪天満宮を出発しましてぐるりと回っていきます。そしてですね、この後5時半頃にこちら天神橋のふもとで船に乗り込みまして船渡御が始まります。船渡御がいよいよ始まるんですね。今年は船渡御にも特別観覧船が用意されました。これまでは船渡御の船に乗り込むことができるのは祭りの関係者などに限られていたんですが、今年は一般の方が観覧用の船に乗ることができるんです。先ほど大阪天満宮の観覧席とセットで売り出され早々に完売したということなんです。あら、結構近くで見えるからすごくいいんですけど売り切れちゃいましたか、うん、はい、そうなんです。ただご安心ください、はい、テレビ大阪ではとっておきの特等席をご用意いたしました、そうなんですか。今夜6時25分から船渡御や奉納花火の模様などお祭りの熱気を生中継で2時間たっぷりとお伝えします。そして新しくなったテレビ大阪屋上に特設スタジオを設けまして、大阪ゆかりの豪華ゲストの皆さんとともにお祭り気分を盛り上げます。ぜひご覧ください。ご覧ください。初の天神祭りの MC ということで、まあ緊張というより余裕というよりどっちかって言ったら楽しみの方が大きいんで、天神祭り40回目でございますので、ぜひ皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。天神祭りの模様は YouTube のテレビ大阪ニュースチャンネルでも生配信いたします。以上、天神祭り本宮を迎えた大阪天満宮周辺の様子をお伝えしました。